はい、どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。こちらのチャンネルでは無課金による無課金のためのプロスピエスをコンセプトにした、無課金ユーザーでも楽しく遊べるように選手の育成、イベントの進め方、ガチャについてなどの解説をしていく動画です。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。すでにチャンネル登録をしていただいている方は高評価もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日なんですが、いろいろと更新が来ておりますので、そちらをちょっと見ていきましょう。はい、ということでまずは、2023シリーズ1の通常 S ランクで野手が追加になりました。でさらに A ランクとしまして、ライトが追加になっております。こちらのね、選手紹介っていうのは明日の動画で上げようと思ってますので、そちらのチェックもお願いいたします。と、新しい選手が追加されたということですので、ガチャとして10連戦力強化スカウトが来ております。購入30連目、60連目、90連目で、S ランクの新選手が1人確定と。で S ランクが出たら自チーム新選手の確率が 30% という形ですので、まあ30連60連90連引いた時に自チームの S ランク選手が結構出やすいガチャではあるんですが、まあ無課金美課金ユーザーの方は引かないことをお勧めします。まあ回さない。さらに6連ライジングスカウトが来ております。でこちらは6連のガチャにはなってまして、購入1回目は S ランク選手の登場確率が 4% で、購入2回目3回目と回していくうちに、S ランクの登場確率が上がってはいくんですが、 S ランク選手が出たら終わりっていうガチャになりますね。最大購入14回目で、S ランクの選手の確率が 100% ってことですので、13回目まで S ランク選手が出なかった時、14回目に引けば S ランク選手が6枚出てくるというガチャになっております。ただね、この4,5,6,7,8 って S ランク選手登場確率が上がっていく中で、13回目まで S ランクが出ないっていうのはまあないと思うんで、これはね、無課金美課金の方だったら回さない、絶対 回さないというか回せないガチャだと思うのでスルーしてください。で新しいイベントとしまして、クイズスタジアムミニが開催されました。本日はねちょっとこちらについて話していこうかなと思っております。またキャンペーンとしまして試練大解放が来ております。まあ、クイズスタジアムミニと組み合わせはいいイベントとなっておりますので、試練での本を集める期間っていう形ではありますね。でまあリアタイのイベントはもうちょっとで終わりますよっていうのと、毎日のログインボーナスとしまして、スクラッチログインボーナスが来てるのでこれは毎日やりましょう。で5月14日の15時よりプロスピ交流戦の、エントリーが開始になるということですので、これはねまた来た際に動画としてあげようと思っております。それじゃあまずはクイズスタジアムの方からちょっといきましょう。はい、でこちらのクイズスタジアムなんですが、V ロードであったりとか試練を回って、挑戦ゲージをまず貯めます。ここにあるやつですね。この挑戦ゲージを貯めてクイズに挑戦することができるっていうようなイベントとなっておりまして、でこのクイズっていうのは1日10回まで参加ができる、挑戦できるっていうような形となっております。で報酬としては、これが1日10回まで、挑戦できるっていうことですので、1回クリアすることに必ず報酬がもらえるような形となっております。クイズの正解数ではなく、これはもう参加すれば、挑戦すれば必ずもらえるものですので、ちゃんと毎日これは10回3日間ですので、全部で30個もらうようにしましょう。このね S ランク契約書の補助券とかしっかり入ってるのがもう美味しいんで、これは必ず手に入れるようにしましょう。でまたクイズの得点報酬としまして、クイズで答えてった後、一番最後、5問目まで回答終わった後、その得点によって、もらえる宝箱の色が変わってきます。で点数が上がっていくにつれて、上の金の宝箱であったりとか虹の宝箱をもらえるような形になるんですが、まずは金の宝箱を目指すようにしましょう。これが銀の場合ですと S ランク契約書 A ランク契約書がもう手に入らないので、なるべく金の宝箱を手に入れられるようにクイズを答えましょう。まあクイズ、野球好きな方だったらわかる、詳しい方だったらまあわかる。最近野球そのものに
対して興味を持ち出したっていう人だったらちょっと難しい問題もちらほらあるっていうような形ですかね。ですので、まあ、でこの虹の宝箱っていうのは、金の宝箱、この米印のところに稀にラッキーチャレンジが発生して、木の宝箱、銅の宝箱、銀の宝箱が金の宝箱や虹の宝箱に変化することがあると、昇格するみたいな形ですね。ですので虹の宝箱が出れば、まあ、S ランク契約書か A ランク契約書が確定で手に入りますので、これはもう運次第っていう形ですね。でまたこっちの成績表報酬っていうのでスペシャルアイコンがもらえるような形となっております。パーフェクトの累計回答数が100問、累計回答数が合計100問以上かつパーフェクトの回答率が 80% 以上、まあまあ難しい。クイズ自体は1日10回挑戦できて、でその各クイズに5問ありますので1日で50問で3日間っていうことですので、150問中、100問パーフェクトで答える、3分の2パーフェクトで答える、まあ難しいね。まあ、ですので最初は試合でこの挑戦ゲージを貯めていきたいと思います。まあ、試合でゲージを貯めるときは今だったらもう試練大解放をやりまくるっていう形ですね。はいはいはい、これで本をゲットと、そしてゲージが溜まると。はい、で報酬ゲットのゲージがアップと。ではゲージがもうほぼマックスに溜まりましたので、クイズに挑戦していきたいと思います。これはねちょっとノーカットでいきたいと思います。オッケーオッケー、あじゃ騎士すぐ答える。あぶねー、初代ブラマジでミスったー。あれ打つ意味ないか、いや80ポイント、誰知らんて、はい、ということでちょっとクイズをやってきまして、まあしょべ、微妙、まあ、パーフェクトが 60% だともうこれでアイコンがもらえないんで、なるべくここは高い回答率を維持するようにしましょう。まあですのでこのクイズはねちょっとお遊び感覚でやりながらちゃんと毎日、10回挑戦することで報酬がもらえますので、これは確実にやるようにしましょう。はい、ということで本日は今日更新があった内容とイベントで来ているクイズスタジアムについてちょっとお話しさせていただきました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。